渋川半五郎は、江戸時代前期の柔術家であり、渋川流の創始者である。名は吉江。木の国内氏山和国生まれ。関口修行に指示し、29歳の時に免許改伝を受けた。関口流、柔術二代目、関口八郎斎門修行の門人で、天羅初年に、和歌山から江戸へ出て、道場を開いた。新流を自称したが、教授内容は、 関口流の古法を牧手しており、渋川本家は、関口政党渋川流と称した。門人には、吉江の養子となりに代名を継承して、渋川智恵門種親と改名した、旧道団衛門政権のほか広島藩士、森島元とむ勝とよ、甲府近藩士、薬師寺法政、正俊熊本藩士伊沢前流兼長秀などがいる。以上のうち、 渋川本家と薬師寺の公衆殿は、いずれも大正年間に全流したが、森島と伊沢の送殿は、現在に及んでいる。吉江自身は、渋川流ではなく、関口流を名乗っていたこともあって、母体である関口流と混同されることもある。関口流同様、この流派から分かれた流派は多い。主なものに、伊沢長秀が開いた関口流抜刀術。 岩本義平が開いた、天津流、平山構造が開いた,た、正しく行進流などがある。ありがとうございます。